冬ちゃん、よかったら一緒にお外でお話ししませんか？自主練するつもりだったけど、向こうから来てくれたら断る理由はないわね。うん、冬もまなちゃんとお話ししたいな。はぁ、お日様がポカポカしてます。うん、日差しが気持ちいいね。合宿の間はほとんどレッスンだから、こうしてのんびりするのも久しぶりです。あ、もちろんレッスンが嫌とかそういうわけじゃないんですけど。うん、大丈夫、まなちゃんの言いたいことわかるよ。冬もとっても落ち着くな。まなちゃんがそばにいるからかも。あれ、まなちゃん？ごめんなさい、うとうとしちゃって。あの一瞬で？疲れてたのかな。ゆっくり休んでね。